でまた息子さんがね、会いに金沢県お楽しみに。ああ。おはようございます。糸島市の特別養護老人ホーム、みなかぜです。あら、今日は天気が良かですね。流暢な方言で対応しているのは、ネパール人の介護福祉士、チャウダリサロジさんです。仕事の様子をよく見ていると、そうですよね、リンギソー、あの出来上がったら一回私の方に送ってください。はい、なんか金額とかちょっとざっくり回答金、それもう一回見直してから、はい、お願いします。そうよね、そこはあ、もう事務長でいいじゃない、そこ、うん、サロジさんは介護施設全体を取り仕切り管理する施設長なんです。サロジさんは昔から将来は施設長になりたいというね、はい、夢があったので、物事を前向きに考えられるところがやっぱり一番の魅力じゃないですかね。歯が取れたね。今年10月、施設長に抜擢されたサロジさんには高い志がありました。大丈夫ですか？海外の方々も本当日本でちゃんと努力して努力すれば、まあ、主任だったり、ね、社長だったり他の会社だったら課長部長になれるっていう思いを持ってもらえる、まあ、本当モチベーションが上がるように、もう本当今回施設長に就任いたしました。次のサロジさんを目指して養成校では多くの外国人留学生が勉強しています。しかし、やはりこう介護に進む留学生は激減していく可能性があるんじゃないかなというふうに危惧しています。小笠原さんが校長を務める福岡介護福祉専門学校では学生の3分の2が外国人留学生です。しかし数年後にはいなくなってしまうかもしれないといいます。その理由は国が介護福祉士の国家試験制度を4年後に変更する予定だからです。現在養成校を卒業した学生は国家試験を受けなくても介護福祉士になれます。しかし2027年4月以降に卒業する学生からは国家試験を受験し合格しないと在留資格が取得できなくなります。座ってることを専門用語で何て言う？在ですよね。でも在にもいっぱい種類があるじゃないですか。何がある？犯罪即害在ね、全部座るでいいよね。みんな座るだったら勉強楽ですよね。留学生にとって日本語で実施される国家試験は難関です。昨年度の国家試験は受験者全体の合格率が8割を超える中、留学生の合格率はおよそ5割でした。国家試験で落ちれば在留資格取れませんよっていうふうになってしまうと、じゃあ安全な介護以外の分野にしようというふうになってしまえば、介護に人が特にこう留学生が来なくなる。福岡県にある養成校11校のうち留学生を受け入れているのは8校。小笠原さんは学生の半分を占めている留学生がいなくなれば半分の4校に。現在定員割れしていることを考慮すると2校にまで減ってしまう恐れがあると危惧しています。やっとこう今、学生たちが増えてきて、まだ卒業した子たちが活躍して、まあ、施設で非常にこう高い評価をいただいてるんですね。でそれからやっと今からこの道筋がこうきちんと固まっていくっていう矢先に、いや全員国家試験なんだよっていうことになると、この道筋がこう途絶えてしまう。小笠原さんは九州の養成校と連携して国家試験義務化の先送りを国に求める方針です。
Thank you.